着きました。おお、来ましたね。マチュ、はい、どうぞ。ここに100円とか、補充の当選で情報するの。今日もやってまいりました。もう年末ですね。そうですね、もうお出かけですね、ほんと。はい、ちょっと今日ね、総社の方に来てるんですよね。あ、お寺ですね。そうですね。で、総社に来てて、総社といえばもう五重の塔、もう目の前に見えるんですけど。そんな有名なんですか、五重の塔って。かなり有名です。ちょっとここにね、行こうかなと思うんですけども。五重の塔ですね。ちょっと下がちょっと見えないですけど、1844年ぐらいにできたとかいうような話を聞いたんですけど、あ、これだね。あ、でも結構歴史も長いんだね。天平聖武天皇じゃないですか。ね、これが門の跡。門の跡ですね。ちょっと先行きましょうか。お堀が。お堀あるんですね。うん。ロックバスとかいそうですね。結構濁ってるね、その違いに。よいしょ。綺麗に撮れるという。ちょっと行ってみようかな。行きましょう。あの、お土産屋さんがある。お土産屋さんがあるんですか。うん、この中に国分寺の中。本当だ。ちょっとなんか食べるもあれば食べたいですね。ちょっと岡山グルメみたいな感じで。あ、本当だ。ソフトクリームとかもありますね。うん、こういうところって結構ソフトクリームありますよね。ああ、いいね。コーヒー屋さん、甘酒屋さん。ちょっとここ行ってみる。行ってみるんじゃない。うん。休憩あるの。立派な街だな。いやー、こういう感じなんだ。16時、ギリギリ。ギリギリですね。あ、ちょっとここ行こうか。着、ね、きました。なんか、マスカチュッピーオン
総座市長がすごいピックアップしてる。そうなんですか、うん、来ましたね。抹茶っての、うん、学校で あります。僕ら保育園の時とかにこうやって抹茶たてあ飲み方とかあるよね。こうはい、どうぞ。あ、おいしい。美味しかったです、本当に。まあなんかめっちゃ店員さんがね、すごい温かい人で。すごいやっぱ良かったね。良かったですね、本当やっぱり。いや、ちょっと、これは。おぉ。これが例の。でかっ。なんか、もう、食うときはなんか、腰元とかすか、なんか、しょぼいんじゃないかと思っとったんですけど、いや、これすごいですね。本当に。わかりますか、これ。でっかっ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ゴジロドってこうやって作られてるんですね。なんか入れないよね。そうですね、こうやって1本の、ね、やっぱ大黒柱みたいな、うん、バンって、ちょっと行ってみようか、うん、国して江戸時代って書いてある。僕来たの小学校以来かな、中学校か。中学校に来た時来たが。この田園風景は地元の関係者の努力により守られています。ちょっとここに。地元の野菜とか100円とか、小松の漬物とか、ちょっと行ってみましょうかね。名物が五重の塔せんべい。五重の塔せんべい。これ僕好きですよ。今日ようかんです。ようかん。わっ、これ国分寺の関係したお酒があります。じゃこれしますか。そうですね、これでちょっと。こういうのって懐かしいですよね。そうだね。なんかどこの小学校でもなんかやっぱこういうなんか配られますよね。うん。学校せんべいって。あ、そうそう、これ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 。ちょっと硬いね。食べますか。はいよ、さっき食べた。あ、これこれこれ。懐かしい。煮こおりでね。こうやって。おお、硬い。硬い。戦車みたいな感じ。今日どうぞ。いただきます。かわらせんべいより柔らかそうだね、うん、美味しいっす。甘い。なんかこれ懐かしい味がしますよね。ああ、そうなんだ。懐かしい、ほんと。いや、よかったですけど買って、ほんとに美味しいです。これいろんな柄があるんだよね。そうですね。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。